絶望プリズンです。合鍵か。合鍵のことを誰に話しに行けばいいのか。めっちゃキャー濃い集まりがあるぞこれ。ちょっと興味あるわ。関係なかったとしても興味あるわ俺。ジェットストリームダックや。女子3人組のジェットストリームダックや。すごいドムみたいなやつがおな。体型がドムみたいなやつがおな。ガンダムのドムみたいなやつが。タピオカ飲もう。タピオカー。すごい子やな。あれは大かクラスメイトの細山アリスさんじゃないか。今時のその自撮り棒を使ってんのかお前。友達と一緒みたいだな。ここで話しかける勇気は俺にはない。そうなんだ。隣。ねえねえ、次どこ行く？あれは確かクラスメイトの猫ワッキンマチさんじゃないか。話しかける勇気はやっぱない。ねえねえ、なんか甘いもの食べたくない？あれは確か同じような会話か。関係なかった。やっぱストーリーね、全然関係なかったわ。あれ、ルイ君一人でおるで。どうしたんだろう。あ、そうか、一人でなんか探索しょんか。混ぜて。あ、君は？ルイ君も調査をしてたの？うん。転校初日でこんな事件に巻き込まれて君も大変だね。早く犯人を探さないと。また手がかりが見つかったら共有するよ。何もないんか、とりあえず今のところ。うん、さあどこ行こうか。先生、先生仕事大変そうですね。なんこれ。この人は確か俺たちのクラス担任の宮本先生だったよな。ね、寝てる。事件が起きちゃってるのにのんきな人だな。うわなんか言ったか。うわあ、お、起きてたんですか？いや、たった今お前の声で目が覚めた。うまく聞き取れなかったんだが、お礼に何か言おうか？いや、別に。そうか、じゃあさっさと帰る。俺はもう少し寝る。あー、先生給料減らされますよ。寝てしまった。まあほっておこう、関係なかった。あ、そうか、弓道場になんかあったわけやけんさ、弓道場見とかなかったらあかんのちゃうかなって思ったけど、か、鍵かかっとんか。そうか、スペアキーか。部員にちょっと話しかけに行かなあかんわけやけん、思ったにもう一回話しかけとくか。スペアキーの話は、なんだよ。俺は犯人じゃなくて言ってるだろ、ついてくるな。ごめん、おもたくんからはこれ以上話を聞けそうにないな。相当ご立腹だな。静かちゃん、静かちゃん、話できないな。あ、待てよ、スペアキーってさ、こういう教官室とかに置いとくもんじゃね。だからこそスペアキーてか鍵あるな。あるんじゃねえ、これはいろいろな物質のスペアキーが置いてあるよ。やっぱり体育教官室にあったか。あ、なんだお前、いきなりお前キツでアピールするな。お前その手、ちょうど今先生はいないようですし、早いとこ調べちゃいましょう。うん。弓道部、弓道部。あれ？弓道部の鍵だけなくなってる。あれ？てか、この感じ、この学校、もしかして、
テニス部、弓道部、バスケ部しかないの、もしかして。割と勝つの学校なのかな、勝つの地域の学校なのかな、これ。BGM、消えたで。あ、長い始めたわ。マジか。じゃあ、やっぱり犯人がスピアキーを持っていたってことか。そうかもしれません。ケスケくんの名推理でしたね。じゃあ、おもたくんは、翼くんを襲った犯人じゃないってことになるよね。いやー、それはまだわかりませんや。え？おもたくんは自分で鍵を持ちながら、あえてスピアキーまで盗んで、自分が犯人じゃないと見せかけようとしたのかもしれません。待て、だからさ。悪意があるんよ。この顔に悪意あるんよな。まあ、作者側がさ、思ったとことを悪く見せようとしてるんじゃないかっていう悪意が見えてくるんよな。そんなめんどくさいことするか？いえいえ、これはミステリー小説ではありがちなミステリードパターンですよ。まあ、よくわからねえけど。とにかく、スピアキーを盗んだ人物さえ分かれば、真相に近づくだろう。そうだね。一体誰なんだろう。スピアキーか。他にも何かあるかな。あ、カメラあるで。監視カメラ。不穏な BGM 流れてきたってことは、これ確信に近づいてるんじゃないかな。監視カメラだ。見せてもらえばいいんじゃんかな。そうか。このカメラの映像を見れば、スピアキーを盗んだ人物が分かるんじゃない。確かに、のびゆきくん、冴えてますね。あ、のびゆきだったわ。そういや、主人公の名前、のびゆきだったわ。忘れとったわ、正直。そうとなれば、僕に任せてください。わ、お前、ハッキングするのか？ハッキングしちゃうのか、お前。ちょっと、勝手に先生のパソコンを触っていいの？いいんですよ。先生にバレなければ、大丈夫です。先生が帰ってくる前にさっさと調べちゃいましょう。大丈夫かな。よし、これで見れますよ。お、鍵がついとる状態のところじゃ。まだ弓道部の鍵はあるようですね。うん。さあ、犯人が映るぞ。思ったか。思った、めっちゃめっちゃ疑いだろな、思った。それとも女子の誰かか。どっちだ。え、あれ、一瞬ノイズが。マジかよ。なんなん。え、見てください、鍵がなくなってます。おい、漢字の部分が映ってねえじゃねえか。おかしいですね。わ、しかも先生来たんじゃん。やば、先生が帰ってきた。やっぱり君たちもここにいたんだ。ルイ君。え、お前もここ調べに来たんか。僕も君たちから鍵のことを聞いてスピアキーを調べに来たんだけど。そうだったんだ。それなんですが、スピアキーは誰かに盗まれていました。やっぱり。そして監視カメラの映像も消されていて、誰が盗んだのかはわかりません。そうなんだ。なんだろう、ドッペルゲンガーでもしかしてさ、こういうカメラに映らないみたいな、そういう性質あったりするんかな、もしかして。都合よくここだけ聞き取られてる感じ。なんなんだ。犯人は用意周到ですね。一体誰が翼を。そういえばルイ君、事件が起きる前、怪しいことはありませんでしたか。そうだよね、そうだよな。ルイも犯人が起き、事件が起きた時その場にいたわけだし。あ、そういえば翼くんは部活の途中に少しフラフラするって言って練習を抜けたんだよ。練習を抜けた。体調不良だったのか。うん、多分そうだったんじゃないかな。怪しい。抜けさせたって可能性がある。犯人がどうにかして、翼くんに体調不良を促して、抜けさせたって可能性がある。そんで一人になったところ。なるほど。それで翼くんは、弓道場から一人、部室に戻ったんですね。じゃあ、翼は、部室で休憩してる時に襲われたんだな。おそらく、そのようですね。
じゃあなんか物質にも残っとう気がするな。中見たいな。中見たいなって見たな。え？うん。見たな。それは具体的に何時だったか覚えてませんか？部活が始まったのが17時で、それからはみんなそれぞれ個人練習をしていたから。ちょっと待って。メモに書いて渡すよ。ありがとう。すると、ルイ君は持っていたカバンをごそごそと漁り始めた。あれ？確かここにメモ帳が。あ！どうした？お前。え？あらあら、大丈夫ですか？おいおい、何をやってんだよ。どうした？いきなり、お前。何を見た？バッグの中に猫でも入ってたんか。ごめん。俺も拾うのを手伝うよ。あ、ありがとう。ん？このポーチは？あれ？何これ？すごく可愛いデザインですね。なんだ？お前そんななんか化粧する趣味であったんか？お姉ちゃんのポーチが間違ってカバンに入ってたみたい。あ、お姉ちゃんの？へえ、ルイにはお姉ちゃんがいたんだな。まあね。なんか怪しいな、こいつ。お前本当にお姉ちゃんいるんか？あった、メモ帳。今書くからちょっと待ってて。さっさ。はい、これが僕が知ってる事件の流れだよ。ありがとうございます。じゃあ僕はもう行くね。またお互い何か見つけたら共有し合おうよ。ああ。まさか、スペアキー持っていた情報を誰が持っていいかって証拠がなかったとはな、俺。さて、ルイヌ君の証言から、翼君は部活中に気分が悪くなって練習を途中で抜けたみたいですね。そして、そのまま一人で部室に向かった。そこで翼君は襲われたって、襲われたってことか。じゃあ犯人は翼くんが一人で部室にいたことを知っていた人物ってことになるよな。一人でいたっていうかさ、やっぱなんか翼くんに対して何か変なものを飲ませたとかさ、さりげなく翼くんの手持ちの飲み物になんか混ぜて調子悪くして物質に向かわせるような流れ作った人がおるかもしれんしな。そうですね。ということはその様子を見ていた弓道部の部員が怪しいんじゃないでしょうか。まあそう考えるのが妥当だよな。だからさ、毎度毎度言うけどさ、その画像は出さん方が卑怯なんよな。その画像は卑怯なんよ。すっごい重たい悪い見えるもん、これ。今のところ怪しい弓道部員として、重田くんが上がっていますが、もっと弓道部について調べた方が良さそうですね。そうだね。弓道部についてか。ってことは弓道部の誰かに話しかけなあかんのかな。おもたはもう話してくれんだろうしな。もう一回話してみるか、一応な。なんだよ。あ、だと思った。そんな感じになるよな。弓道部か。ルイ君はもう話したしな、って感じ。どうした？はぁ。ルイ君がため息をついている。話しかけてみるか。お、なんか展開あるぞ。ルイ君。ああ、君は。大丈夫？ちょっと翼のくんのことを考えてて。翼くんのことを考えて、もしかしてルイくん実は女の子で翼くんのこと大好きだったりするのか。ずっと翼くんが倒れていた光景が頭から離れないんだ。あ、そうよな。あ、そういうちょっとショッキングな出来事に弱いタイプか。はあ、やっぱり今日はもう帰ろうかな。そっか。
どうやらルイ君は精神的に参っているようだ。そうか。これ以上はそっとしておこう。うん。ちょっとあまり聞くに聞けないところだった。うん。じゃあどうしようか。関係ないな、絶対。なんかお前ら、ああ、弓道部ここ入れればまだまだなんかあるんかなって思ってくるんやけど。関係ないな。どうしたお前、何やってんだお前。ここをこうして。ん、シロウが何かしている。どうしたの。いや、先生のパソコン触ったことがバレないようにいろいろと偽装工作を抜け目ねえなお前。そうなんだ。パパッと終わらせてもらいます。あと先生のパソコンに入っていたエロ画像はいただきます。え、先生学校のパソコンにそんなもん入れてるの。おお、タイピングは早い。シロウはパソコンの扱いに慣れてるんだな。ええ、実は YouTuber でして。マジで？嘘です。なぜ嘘つくんだ。キスケ、弓道部について調べるとしたら物質か。ああ、俺も思ったけど。だがさっき物質はかなり調べたもんな。他に弓道部に関係ありそうな場所といえば練習場やな。そこを鍵開けてくれんかな。中みたいな、なんかここなんやけどな。入れんもんな。なんだ。おや、弓道場の前に何か物が落ちてますね。わあ、これもしかして翼くんの飲み物じゃない。睡眠薬？ネズミが飲んで寝てるわ。え？わ、ネズミ？ああ、本当ですね。僕、野生のネズミなんて初めて見ました。ドラえもんが見たらすごい叫び出して走っていくな。なんでこんなところに。ん？でも何か様子が変だぞ。眠っている。こんなところで寝てるなんて警戒心のないネズミだな。え？ネズミさんの横にペットボトルがありますよ。弓道場の前に置かれているということは、これは弓道部のものでしょうか。そうだろうな。それにしてもネズミがこんなところで寝てるなんておかしくないか。そうですね。このネズミの状況から察すると、ペットボトルの中身を飲んで眠ったとか。なるほどなるほど、そう見えなくもありませんね。ですが、どうしてペットボトルを飲んで眠ってしまったんでしょう。睡眠薬入ってるなこれ。それは謎だな。あ、もしかしてこの中に睡眠薬のようなものが入っていたとか。睡眠薬？そうやな、そう考えるが妥当か。ほら、さっきルイ君に事件前の話を聞いたとき、翼くんは部活中にフラフラすると言って練習を抜けたって言ってたでしょ。それってもしかして翼くんがこの睡眠薬入りのドリンクを飲んだからなんじゃないかな。なるほど。確かに。たまにどっちが読みようかわからんときあるからな、これ。声の使い分けがさ、うまくいってないときがあるな。ということは、これが翼のってことか。でもハードのキーホルダーがついてるよ。これって女の子のものなんじゃない。おや、何か手紙が挟まってますよ。わあバリバリ犯人のやつじゃんこれ。大好きな翼くんへ、翼くんのためにスペシャルドリンクを作ったよ。部活中に疲れたら飲んでね、てへん。PS、 次浮気したら絶対に許さないからね。浮気、もう彼女ってことやん。我彼女ぞって思ってるパターンのやつじゃ、浮気とかいう言葉。これもしかしてあれか、翼くん女の子と付き合っとるんやけど、もしかしてこれ主田が好きだった、中学に付き合った女の子かな。
もしかして、今も付き合っとってこんな展開になっとんかな。もし浮気されたら、次は何しちゃうかわかんないかも。てへっ。ああ、女の嫉妬って怖いな。なんか、怖い手紙だな。この手紙を見る限り、彼女の手作りドリンクみたいですよね。てか、翼に彼女がいたなんて、初耳だぞ。僕もです。翼くんには女性ファンがたくさん、翼くんには女性ファンがたくさんいましたし、彼女なんていたら、あのファンたちが黙ってはいませんよ。確かに。それにしても、翼くんの彼女は少し過激な方なんでしょうか。やべえな、これ。これもしかしてさ、自分が作ったおはぎの中に裁縫用の針入れとったりするんかな。怖いやつやな。浮気がどうとか、ちょっと怖い内容の手紙だな。そうですね。このドリンクに睡眠薬が入っていたということは、翼くんの彼女も怪しくなってきたね。これは彼女を調べてみる必要があるかも。一体翼の彼女って誰なんだ？誰なんだろうな。状況証拠としては思ったが関係してそうやな。俺はそう思うやけどな。ドリンクと一緒に置かれていた手紙を読むと、それはさっきも同じか。復讐。彼女を探さなあかんわけだ。その彼女を知っている人物候補がさ、思うたないよな。状況的な。お前知らんか？お前なんか教えてくれよ、お前。教えろ！教えてよ！教えてよ！この手紙のこと知ってるんじゃないのか、教えてよ！ロイ君、帰る前に教えてくれ。彼女いるのか？翼くんって彼女いるのか？あー、ちょっと答えてくれそうな感じじゃないな。あ、なんか適当に見終わったらなんか出てきた。屋上に自分と好きな人の名前を書いた紙を結ぶと、その二人は1年以内に結ばれる。あれこれ見たわー、これ見たわー。おい、思った。おい、あれちょっと待て。これを脅しにさ、これを脅しにさ、ねえ、思ったから話聞きたいんやけど、俺。ああ。ああ証拠のあのさ、二人繋がる話のさ、後にさ、そこで、なんかさ、二人繋がるおまじないの話でさ、そのおまじないの片方に抱えとった静香ちゃんやけどさ、もしかして静香ちゃん関係あるかなと思っとったらさ、まさか静香ちゃん君か。君に話しかけることで、ストーリー進展するパターンとはな。ふふふ、翼くん、今頃、どうしてるかな？しかも、翼くんのことどうにか気にしてるわ、お前。翼くん、偉い目に遭ってんのに、強くその笑顔で折れるな。あ、二人とも見て。あの、胸のハートって、わー大好きなんじゃ。このマーク大好きなんじゃ。ペットボトルの方にもあったわ。翼くんのドリンクについていたものと一緒じゃないかな。そういえば確かに。で、あの子は同じクラスの静香ちゃんじゃねえか。まずか、翼の彼女って静香ちゃん？ということは、あの過激な手紙を書いたのも静香さんなんですよね。それじゃあ、もしかして彼女がドッペルゲンガーなのか？可能性はある。それにしても意外です。意外？どうして？彼女は性格も頭も良くて、清楚系女子として男子から人気なんですよ。一部の男子の間では、令和最初のマドンナと言われてるみたいです。確かにそう言われても仕方なさそうだな。
だって可愛いんだもん。マドンナって言葉が似合う女ランキング堂々1位。この学校。ここの学校の。へぇ。そんな彼女が、あんな手紙をイメージをとは違いますね。てか、マジか。翼と歩いてなんて、ショックだわ。お前も結構気があったんちゃうんか。その言い方はお前。そういえば、静香さんは、ケスケくんのお気に入りでしたよね。あ、そうなんだ。ああ、そうだよ。認めちゃった。さらっと見せめた。そんなんじゃねえよとか言うんかなと思ってたよ、もう。まあ、いいじゃないですか。お気に入りの女子はたくさんいるんですし。あ、もう。ケスケくん、お前もしかして女の子大好き人間だったか。俺と一緒だな。俺は全ての女の子に本気なんだよ。なんかそれちょっと危ない発言だな。ん？シロウくん、ケスケくん？みんな集まってどうかしたの？すいません、突然押しかけて。全然大丈夫だよ。私に何か用？突然ですか、静香さん。翼くんとお付き合いされてますよね。ど直球に聞くな。その、初めてちょっと慌てた顔やった。隠しても無駄ですよ。もう調べはついてますからね。どうして私と翼くんが付き合ってるのを知ってるの？それは言えませんが。どうやらその様子だと、まだ事件のことは知らないみたいですね。事件？え？翼くんが襲われた？あ、事件のこと知らんかったんやな。翼くんはもう病院に運ばれているよ。病院って、すぐ行かなきゃ。ちょっと待ってください。何？確認なんですが、翼くんにスペシャルドリンクを渡していたのはあなたですよね。あ、それ結構重要やな。そうだけど。調べたところ、そのドリンクの中に睡眠薬が入っていたみたいなんですよ。睡眠薬？おそらく翼くんは、睡眠薬を飲んで眠っていた頃襲われたんだと思います。まさか、私がドリンクに睡眠薬を入れたって疑っているの？私はそんなことをしてない。うん、信じちゃう。静香ちゃんはそんなことしないぞ、おい。シロ、お前、ぶん殴るからな、お前。変なこと言ったら、静香ちゃんで変なこと言ったら、ぶん殴るからな、お前。お前のファミコン叩き壊してやるからな。お、落ち着けって。ですが、あのドリンクの中に睡眠薬が入っていたのは確かなんですよ。本当はあなたが睡眠薬を入れたんじゃないですか？正直に言った方が楽になれますよ。シロ、ちょっと彼女を詰めすぎじゃ。いいえ、ここは真実を聞き出すために必要な行為ですよ。このまま翼くんの脇についても。あ、表情が変わった。え？静香さん、あれ、なんかやばい雰囲気になったな。おい、急に黙ってどうしたんだ？その反応、まさか本当に静香さんが？ふざけないで。あれ？え？そんなこと私がするはずないでしょ！あ、俺の予感は当たっていたのか？腹黒だっていう予感は当たっていたのかもしれない。静香ちゃん？なんかいつもと雰囲気が。私が翼くんを襲うために睡眠薬を入れた。そんなことするわけないじゃない。私は翼くんを誰よりも愛しているの。翼くんのためなら死ぬことだってできる。そのくらい愛しているのに。どうして私が、翼くんを傷つけなきゃいけないの？許せない。私の翼くんを傷つけたのはどこのどいつよ。静香さん、落ち着いてください。あ、ヤンデレか。腹黒というよりはヤンデレだったんや。はあ、そうか、きっとあいつだ。
きっと犯人は翼くんにつきまとっていたストーカーよ。前に翼くんが言ってたの。最近 SNS で何度もメッセージを送ってくる人がいるって。それってあの DM の。一応写真はあるわ。あれ見たことあるぞ。これ見たことある。そう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 、クラスメイトのサナエさんよ。確かおにぎりあげた子だったじゃないかなかったっけ。以前ストーカーの写真を撮って警察に突き出そうとした時のものなんだけど、すぐ逃げられて一部しか映らなかったの。いや結構情報あるな。こんなギギエの鬼太郎みたいなマフラーつけやがったよお前。だから結局ストーカーの正体を分からなくて。そうなんだ。じゃあストーカーの手がかりはこの写真だけってことか。だけって情報としては十分すぎるわお前。見たことあるわこれ。だったらさ、キャラクターアイジラの中に乗っとるわこれお前。この写ってるのはマフラーでしょうか。多分そうだな。こいつ絶対に許さない。こいつが翼くんを襲ったのよ。見つけ出して二度と翼くんに近づけないようにしてやらなくちゃ。暴力は良くないと思いますよ。くそ、絶対に許さない。よくも私の翼くんを。あ、でもその前に翼くんが心配だわ。まずは早く会いに行ってあげないと。ああ、俺はこんなことを付き合っている翼くんの方が心配だ。あ、静香さん待ってください。まだ話は終わってませんよ。言ってしまったね。ああ、なんていうかさ、うん、パワフルだったね。静香ちゃんすごかったな。うん、結局彼女がドリンクに睡眠薬を入れたのかは分かりませんでしたね。それに翼くんの浮気のことも聞き出せなかったし。そうだな。まあ静香ちゃんもまだ怪しいままだが、また新しい犯人の情報が手に入ったな。翼くんのストーカーのことだよね。ああ、確かそのストーカーが送った DM にはこんなことが書かれていました。騙されているか、救いたいだけか。やっぱ静香ちゃんのあの裏の、実は本性というか今を読んでる感のことを知らないんだな翼くんは。どうして無視するの？なんで私を苦しめるの？うん、もう手段は選ばないって。この人もかなり怪しい。なんか翼の周りってやばいやつばっかじゃねえのか。それは否定できません。ちょっと運が悪いというか不幸体質かもしれないな翼くんは。イケメンだからな。イケメンは罪だなこれは。とりあえず手がかりを戻りこのストーカーを探してみるか。そうだね。もうバリバリわかるけどねこれ。もうぶっちゃけわかってるけどねこれ。誰かいるわもう犯人いるわもう。